大量破壊兵器の時代。スザクもルシを戦場に出したというのは本当なのか？ああ、そのせいでトゴリス地区の作戦は失敗したと聞いた。トゴレスそのものが消えたってのも本当さ。なんてこった。あいつここでは暴れたりしないよな。ルシはクリスタルが軍の制御下にある限り抗うことはない。気にするな。しかしルシなんて何を考えているのかわからないぞ。状況を聞きに来ただけだ。任務を続けろ。はっ。吸気管の出力は安定しています。大七経路への数値変動の再現こそ近似値にとどまっておりますが、精度を高めることは可能かと。新型への変換供給には十分な状態だな。接続はうまくいってるのか？長時間にわたる制御にまだ 2,3 の課題が残っております。鋼室の技官を回す。早急に解決しろ。はい。閣下、霊柩号より報告です。現部にて捜索対象を発見。3号機の起動を開始。完全な制御下に入るのは明朝ひとひと丸々の予定です。ようやく来たか。吸気管、代替品の方がよく働くとはな。王暦842年、炎の月。ミリテス公国はロリカ同盟跡地より玄武クリスタルを発掘、軍の制御下に置くことに成功した。これによりロリカ同盟はミリテス公国に完全吸収されることとなり、旧同盟領は公国の版図となった。この事実はオリエンス各国に速やかに通達され、スザク領ルブルム、コンコルディア王国の両国に深い衝撃を与えた。白虎の軍事パレードですか？あの気象、あれが広告元帥シド・オールスタインか。果実、我ら広告はルブルムに致命的な打撃を与え、ロリカ同盟を完全に沈黙させた。これはより大きな革新への第一歩である。旧態依然とした慣習に甘んじ、古き秩序を奉じる行為は進歩の放棄に他ならない。進歩を伴う変化を恐れぬことこそ真の広告民である。同胞たちよ、銃を取り、新しき秩序への道を開け。我らミリテス広告こそオリエンスの導き手アギトとならん。よく吠えるこった。オリエンスの覇権を握るためアギトの名を利用しているのでしょうね。薬効いてないみたいね。病状は以前より進行してるわ。あとどのくらいですか？長くないことは確かだけど断定はできないわね。前の担当から聞いたけど、あなたの望みは候補生として最後まで戦場に立つことなのね。はい。どうせ治らない病気ですから、寝たきりで死を待つのは嫌なんです。じゃあ後でその旨を書いた書類を提出なさい。新しい薬を処方しておくから毎朝飲むことね。ただ夜には副作用でひどい痛みがあるかもしれないけど。はい、わかりました。以上よ。あの、
まだ何かあるの？病気のこと、クラスゼロのみんなには黙っていてほしいんです。ああ、そんなこと。候補生の個人データには守秘義務があるの。心配しなくても言わないわ。レム、喉に、なんか詰まっちゃったみたい。レム、どうしたの？そんな神妙になっちゃって。頼む、お願いだから正直に言ってくれ。何？病気どのくらい悪いんだ？病気なんかないって。あ、喘息のこと？それなら大…やめてくれ。俺にだけでいい、話してくれ、頼むから。本当に何でもないの？どうして言ってくれないんだ？俺が頼りないからなのか？マキナ、気にしすぎだってば。本当に私は大丈夫。あ、演習の時間だから私行くね。くそ、バカ野郎、嘘が下手すぎるんだよ。揃ったようだな。では始めよう。まずこれを見てもらう。これは、そう、反抗作戦で諸君が交戦した高機動飛行兵器だ。諜報部の調査で判明したことだが、あれは魔法障壁試験のために投入された機体だ。つまり実験機だったってわけね。そうだ。また朱雀侵攻時に使用されたクリスタルジャマーを搭載した魔導アーマーも同様の実験機だったということだ。クリスタルジャマー、高機動飛行、魔法障壁、朱雀にとってどれも脅威となり得る兵器だ。開発したのは白虎第四鋼室と呼ばれる研究機関。その研究機関が過去の数十倍の規模で物資を集め、さらなる実験機の開発を行っていると報告があった。これを見過ごすことはできない。広告領内の軍需工場のうち、このような規模の製造に足る設備を持つ箇所は一つ、ペリステリウム白虎に隣接した兵器工場。諸君の任務はその工場内への潜入及び新型実験機の破壊となる。ペリステリウム白虎、広告主体の侵攻作戦なのか？いや、侵攻作戦は発令されない。工場への潜入及び破壊工作は諸君の単独任務となる。おい、マジかよ。敵地のど真ん中にね。潜入経路は諜報員が確保している。諸君は実験機の破壊のみに集中してくれ。この任務の可否は今後行われるであろう侵攻作戦の要ともなる。全ての力を出し切り成功させろ。はい。本作戦は敵首都への侵入でもある。作戦開始後はオイソルとスザクへ戻ることはできない。必要なことがあるのなら今のうちにしておけ。以上だ。すげえ本の数だな。おい、死ぬまでかかっても読み切れねえだろこれ。サクサク読むんで長生きすれば可能です。クリスタリウムでは静かにしたまえ。まったく、候補生たる者が恥を知れ。おい、こら、そこまで言うことねえだろうが。あ、教養のない人間とは話したくない。だったってめえ、おい、やんのか、おい、こら、おい、やめなさい、ナイン。俺に教養がないだって自慢じゃねえか。俺はな、
オリエンス4大国全部言えるぞ、こら。ナイン、残念ながらそれは教養ではなく常識に分類されます。私はこれで失礼させてもらうよ。その、映ると困るからね。大丈夫ですよ、安心してください。バカは空気感染しないはずですから。私はナインを避けたりしません。ああ、それ喜んでいいのか。おい、ああ、噂のクラスゼロさんね。はじめまして、私はカルラっていうの。よろしくね。よろしく。ああ、噂をお伺いしていますよ。成績優秀な優等生のカルラさん。優秀って言ってもクラスゼロの皆さんにはかなわないですよ。へえ、優等生さんなんだ。そんなことないです。ただ困ってる人をほっとけない性質で。お優しいんですね。お二人はなんか困ってないですか。ほんとね、トレーの嫌味言うとこにちょっと困ってる。え、なるほどなるほど。なら、カルラによる性格矯正講座はどう？どんな人格破綻者もこれで一発！みるみるうちに従順な下僕に！人格破綻者？下僕？ただいま特別入会キャンペーンで一講座なんと25万ギルとなっております。高っ！さすがにトレイのためにそこまで出せないかな。ち、意外に財布の紐が固いのね。まあ、また何かお困りの時はぜひ私に相談してね。面白い人だったね。私、そんなに嫌み言います？冗談だよ、多分。あ、噂の性格構成プロカルラ。うんうん、噂は聞いてるよ。その怪しい肩書きやめてよ。え、じゃあなんて呼んでほしいの？私は別に心理学者でも講師でもないの。言うならば炎の商売人ってとこかしら。炎の商売人？そう、私にとっては全ての人がお客様。人格破綻者からお腹を空かせた子供まで。いかにも軽薄そうな人も高飛車な人もみんなにサービスや物を提供します。なんか今さらっとひどいこと言われた気が。私もなんか悪意を感じたけど。そんな心配性のお二人には心の栄養ドリンクエイテルがおすすめ。一口飲めばパッと心が明るく前向きに。お一つ7万ギルです。高っ！商売人って言うかぼったくり！無理、んな大金栄養ドリンクに使いたくない。ち、クラスゼロ意外にかもれないわね。まあいいわ、気が変わったらすぐに行ってね。いっぱい在庫はあるから。じゃあね。いらないってば。なんか用か？僕をいじめに来たんだな。そうだろ。なんだ、話したこともないはずだ。僕の目が、いや、存在が気に食わなかったんだ。だから僕をいじめるんだ。おい、あまり大声で騒ぐな。周りに迷惑だろうが。はぁ！今、騒ぐなって言ったな。僕に、喋るな、息するなって言ったな。飛躍しすぎだ。いじめに来たんじゃなくて、僕をやっつけに来たんだな。僕の爆弾で、コッパみじんにしてやる！な、おい！あ、これまだ完成してなかったんだ。くっそー！覚えてろー！え？なんだったんだ、一体。ここには、いろんな奴がいるな。よー、お前ら！はじめましてだな。ああ、誰だお前。おっと、俺を知らないとはとんだ素人。俺は女子からも男子からも慕われるみんなのアイドル、ナギだ。よろしく頼むぜ。は、はあ、
よろしくお願いします。あやせやデュース、こいつ鬱陶しい系だ。こらまあそう言うなって。困ったことがあれば俺に聞いてくれよ。ところでお前らには俺から甘いシンクの言葉を伝えたいんだけど。あ、あなたが伝令役なんですね。マザーから聞いています。そう、ミッションカラークリムゾン、他のメンバーにも伝えてくれ。クリムゾン、その名に合わない真っ黒な指令をね。よろしくお願いしますわ。クラスゼロ、任務開始。ガキどもに好機が。よくやったな。任務完了だ。クソ、なぜこんなタイミングでモンスターが。まさか。やっと見つけました。こんな場所に隠れていやがったんですね。貴様、やはり。そこまで。口の軽い男は早死に仕上がりますよ。殲滅か。俺たちも任務ではやるが、これはあまり考えない方がよろしいですわね。頭が良すぎる人も早死にするかもしれません。やるってのか。今日はいいものを見せていただきましたわ。ではまたいずれ再びまみえましょう。いけつかないやつだね。お前とは似ていそうで真逆だろうな。どこも似てねえだろ。目録を出せ。おう。しかしここのところやけに搬送量が多いな。なんか変わったもんでも作ってんのか。さあな、余計なことを気にするな。まあ何にしてもさっさと戦場の方へ行きてえぜ。ああ、よし、通っていいぞ。おう、じゃあな。さてと、俺が案内するのはここまでだ。この先が工場施設、そこからは自分たちで何とかしろってこと。必要な情報はモーグリに渡してあるし、ほんのちょっとのアフターサービスはしてやるさ。じゃ、健闘を祈ってるよ。クリスタルのご加護がありますように。行こう。レム、なんでもないよ、ちょっとつまずいちゃった。レム。クラスゼロ、任務開始。クラスゼロ、聞こえる？潜入作戦中は通信が制限されるわ。現地諜報員と連携をし、最低限の通信になると認識して。バカか、広告は。すまねえな、力が入りすぎちまった。ふざけるな。この施設は神道様より与えられたもので、核兵器を下ろせ。実験は一時中止だ。実験中止。第61核兵器閉鎖。機体277を第9格納庫へ移動。あのバカはコックピット内に縛りつけておけ。食事を与える必要もない。あ、詰まれて謝ってんだろ。白虎も小型ですよ。かなう相手じゃないわ。全力で逃げて。邪魔はさせぬ。運がなかったな。
この痛みを忘れるな。すまんな。ブリューナクのシステムが変更されたみたいだな。スザク、ここに来たってことは。あんたの敵は俺が取ってやる。この機体ナンバー277、ブリューナクでな。これがブリューナクだ。よくもやりやがったな、てめえら。任務完了だ。間違いないな。偵察隊からの確かな情報です。うん、なかなか早い決断だな。いかがいたしますか。こちらからは手を出すな。ただし警戒レベルは2まで上げておけ。はい。シド・オールスタイン、この工場にいたのか。今の何の話だろう。まさか私たちの侵入がバレちゃってるのかな。いや、俺たちとは関係なさそうだった。今は作戦が先決だ。行くぞ。クリスタルに異変を感じる。よりによってやるしかないようですね。力が思うように出るならこれで十分だが、ネズミの相手ならこれで十分だ。刹那、久しいな。幾年ぶりか。お前は感じないのか。何を。行く末さん、傀儡は傀儡らしく踊ろう。その意志のもと。うん、そう、時が巡ってきたの。スナイパーです。隠れてください。そんな、でもどこから。信じられませんが、着弾の後に音が聞こえました。おそらく4000メートル以上の超長距離射撃。はあ、どんだけでかいの使ってんだよ。今のはまさかスザク、なぜこんな場所に。報告しますか。これで奴らを殺せるか。は、理論値からも当てることができればスザクの魔人といえども必ず。よし、報告はあのスザクを撃ち、この銃を完成としてからにしよう。この実験地区に入ったのが運の尽きだ。ったく、遠くからちまちま撃ちやがって。やってみましょう。間に合った。ナギ、今このミッションを成功させられるとちょっと困ることになっちゃったんだよね。どういうことですか。スザク全軍に次ぐ高度 QSE 発令。繰り返す。高度、クイック、シルバー、エリクサー発令。3カ国の休戦協約により、すべての戦闘は全航空兵へ通達。現時刻をもって戦時特例497が発令されました。
戦闘行為を含む全ての戦地行動を中断、中止してください。コンコルディア、ルブルム両国との休戦協議により、戦地特例497が発令されました。繰り返します。興ざめだな。待て。やめろ。ミリテス、コンコルディア、ルブルムはファブラ協定の発動により一時的な休戦状態となった。協定違反は状況の例外なく処刑だ。処刑？ちょっと待て。協定の発動、休戦？スザクが受け入れたってのか？もうここで戦っても死闘になっちゃうよ。くそ！何なんだよ。これよりファブラ協定によるオリエンス3カ国の停戦に向けた会談を宣言します。ハルス神の名のもと全ての戦闘を停止、武器を収め兵を引きなさい。コンコルディアの女王アンドリアがこの戦いを預かりましょう。ふん、随分と古い協定を持ち出したものだ。それも女王自らご登場とはな。あの者の言葉、嘘ではなかったということか。待たせたな。諸君の所属および処遇については正式に我々の預かりとなった。私たちの身分を証明して引き取るために白虎まで来たわけじゃないんだろ。カリア院長は停戦条約に向けた会談に臨むべくここ白虎に滞在している。私は随伴員だが諸君の指揮隊長でもあり、状況の説明と指示を行う義務がある。隊長、質問の許可を願います。なんだ。スザク議会は俺たちの作戦を理解していたはずです。なぜ停戦会談に同意したのですか。広告がスザクに対する全面的な譲歩を条件に出したのだ。そうなれば議会が拒否する理由はない。俺たちは新型実験機の破壊に成功してたんだ。そんなのは時間稼ぎに決まってる。広告から条件提示が行われたのはその前の段階だ。侵入作戦中だった諸君への連絡が後となっただけのこと。広告に裏がないって議会は本気で考えているのか。他国の思惑がどうあれ、条約が締結されればこの戦争は終わる。他に質問はあるか。会談が終わるにはまだしばらくの時間がかかる。作戦の疲れも残っているだろう。諸君はここに一泊し、明日スザクに帰投すればいい。明日の午後までは休暇扱いだ。軍事区域外の行動は許可されている。広告の首都に来る機会などそうはない。市内を回ってみたらどうだ。そうします。候補生としての立場を忘れず有意義に過ごせ。以上だ。俺に何の用ですか。いや、君に事実を伝えるべきか実に悩んだのだが、うん、それもこんな時に言うべきことではないのかもしれん。あの、何の話ですか。君の兄上のことだ。え、君は兄上の死に関して納得がいってないようだね。君から兄上の死に関する問い合わせがあったと報告を受けている。いくら探してもあの日兄さんが当たっていた任務の記録がないんです。君はもう察しているだろうが、君の兄上は極秘任務を遂行し戦死した。兄さんが極秘任務を。首都解放作戦でのクラスゼロの投入は極秘事項だった。私でさえギリギリまで知らされなかったのだ。よって
戦場に投入されたクラスゼロと作戦司令部との架け橋が急遽必要となった。その架け橋が君の兄上だったのだ。それで兄さんはあんな前線に。そう、君の兄上はドクターアレシアとクラスゼロのせいで亡くなったのだよ。いや、彼らが殺したと言っても過言ではない。君の兄上は本来別の任務に就くことになっていた。それをクラスゼロが勝手に出動させ死地へと誘ったのだ。君の兄上は死ぬ必要などなかったというのに。あいつらが兄さんを。君がクラスゼロに配属されたのはその素性も目的も謎であるドクターとクラスゼロを監視してもらうためだった。だがまさか君とクラスゼロの間にこんな因縁があろうとは。もし彼らと過ごすことが辛ければ私が特別に君を他のクラスに移動するよう計らおう。彼らの監視の任務はレム・トキミヤ一人に任せることになるが。待ってください。レムをあのクラスに一人残すなんてできません。第一、レムには同じクラスの仲間を監視するなんてできないと思うんです。あいつは優しいから。俺も引き続きクラスゼロに残ります。ほほう、そうかね。さすがクナギリ君の弟だ。彼らに不審な動きがあったときは報告してくれ。はい。兄さん、俺は誓うよ。兄さんを奪ったクラスゼロの誰よりも俺は強くなる。俺は兄さんと兄さんの思い出を失ったけど、レムは絶対に失わない。守り抜く。何をしてでも。